黒潮の影響のおかげでやはりこう世界的な位置としてかなり北の方まで最も北の方まで分布することができているという意味で日本はこうサンゴの生息域としては非常に特徴的な場所であるとなってますね。沖縄のサンゴ礁地域もあればこの辺四国なんかはサンゴ礁はない地域ただサンゴが、まあ、岩盤上に生息したりするそういう、 こう南北の勾配も非常に長くてですねそういった意味でこう日本の中でサンゴを研究するというのは一つ面白いテーマではありますね、はい、私サンゴが専門なんですが、まあ、サンゴの方から見るとですねやはりまあ長期的に見てですねあのサンゴがこの近年この現在に向かって徐々にこう増えてきているとでその中でも、まあ、大きく2つに分かれてましてまずもともと四国高知の西南部ですね、まあ、サンゴが多かった地点にいたサンゴが徐々にこう増えてですね四国、まあ、広い範囲に拡大していったというふうにサンゴが増えたパターンとあとは新たにですね南の方から来てですね四国の西南部サンゴ多かったところにですね、まあ、で南方系のサンゴが増えていくというような、まあ、サンゴの海の中の変化っていうのがあります。特にサンゴはですね、海の中の生物の中でも基本的に一度、岩などにくっつくとですね、動けない生き物なので、まあ、サンゴを見ることでこう、他の移動性の生き物に比べると、まあ、そこの環境の影響を受けやすい生き物なので、まあ、その環境の影響を、まあ、乗り越えて、まあ、そこに、今サンゴが増えてきているという現状を見ると、まあ、やはり、気候変動というのを、感じられる。一つの要素だなと思っております。そういった気候変動に対する、まあ、沿岸環境生態系の変化を見るという意味でまずあのサンゴについてはモニタリング活動を、広域でやっております。モニタリングの中にはですねサンゴが、まあ、とにかく、まあ、モニタリングというのは一つサンゴの、まあ、健康診断というのを年1回いろいろな、場所でやってます。それはサンゴがどのぐらい変化したか量がどのぐらい変化したか白化が起きていないか、オニヒトではいないか、サンゴを食べる貝はいないかというようないろいろな項目について年1回四国で今33箇所程度モニタリングを行っております。なぜモニタリングが必要かというとですねなかなか海の中はですね陸からこう眺めててもですね全くこう情報が入ってこないと基本的にはやっぱ現場に行ってですね海の中を覗いて泳いでやはりこうサンゴや生き物を見ることでそういうのを記録し続けることでこう初めて分かるというのがなかなか厳しいなかなかこう生きて普段生活しているだけではですね肌では感じにくい変化というのはやはり現場に行ってですねモニタリングをするということでそれを一つ研究所としてもですね取り組みで大事な取り組みとして行っております。サンゴはですね、夏にですね、高水温がある程度の期間継続すると、白くなってですね、まあ、体内の褐虫藻と呼ばれる藻が共生しているんですが、こうそれがですね、失われることによってサンゴがなんか白くなるという白化現象と呼ばれる現象が起こります。でこれがですね、1998年頃に初めて、四国の方で、記録が出始めまして、それからですね、何年かおきに1回ですね、サンゴが白化するというのがこう四国、南太平洋沿岸でも確認されています。1998年はですね、沖縄などかなり日本全国、まあ、世界規模でですね、白化が起きてですね、かなり白化という現象が世界的に注目された中で、四国がですね、まさかこうサンゴ今こう増えてきている中でこう白化するが始まると。いうのは非常に驚きだったんですが、それがまた近年ですね、何年かに1回という確率でですね、まあ、この2020年度も白化が見られたんですが、その期間の間隔が短くなっている印象があってですね、そういった意味で、海の中のその、水温の上昇っていうのは、まあ、そのサンゴを通じて、より身近に感じるようになってます。はい、ただそのこう四国の場合はですね高水温の白化に加えてですね低水温によるこれを白化と呼ぶかはまた別問題なんですが、まあ、低水温で白くなって死んでしまうとこうまるでこうなんですか温暖化の真逆の、現象なんですが、そういった、
冬季にですね、急激に今度、極端な気候でですね、低水温になって、土佐湾内とかですね、土佐、徳島南部とかで、サンゴが大量に閉死するというのは、冬のそういった閉死も、まあ、死滅というのも見られています。サンゴが増えることでやはりサンゴを食べる生き物っていうのも増えることにつながっていきますね。その一番代表的なのがオニヒトデと言われるトゲが生えてですね、まあ、まさしくサンゴにとって非常に天敵となる生き物ですが、これらの、オニヒトデがですね、この2004年頃から、この高知県西南部あたりで、増え始め、今現在ですね、結構四国南沿岸から愛媛の南部、徳島県の南部などですね、四国のかなり広範囲でオニヒトデによるそのサンゴの食害っていうのが進行しました。その結果ですね、一部の場所ではかなり壊滅的なサンゴの被害が出ています。さらにその気候変動との関係を見るとですね、これまではやはりオニヒトデっていうのは冬なかなか低水温では暮らしにくいという生態がありまして、それがやはり特に夏の高水温というよりも冬の水温が下がりにくくなったということで、オニヒトデが冬越えやすく越冬しやすくなってですね、徳島県の南部とかですね、愛媛県の南部というまだこれまではあまりオニヒトデが多くなかったところにもですね、被害が出てですね、駆除活動というのをやりつつですね、サンゴを保全しているという取り組みが行われております。背中に毒がありまして、まあ自分から刺してくることはないんですけども、例えば手で触れたりすると刺されてしまって、場合によっては死に至るような毒を持っているヒトデの仲間になります。水槽ではその他の死んだ魚であったりとかいろいろなものを食べるとされているんですけども、基本的にはサンゴを食べる生き物で、その中でもその成長の早いミドリイシュ科っていうサンゴのグループがあるんですけども、そのグループを好んで食べるっていうことが知られています。例えば温暖化であったりとか、オニヒトデの天敵となる生き物であったり、そういうものを、たくさん取りすぎることによってそのオニヒトデが増えてしまったりとか、いろいろな説があるんですけども分かってないっていうのが、現状になってます。この辺のエリアっていうのは、黒潮のあたりがすごく近くを流れるっていうのがありまして、単純に昔と全く同じような比較はできないんですけれども、本来は熱帯にいるような、南方系の魚類っていうのが、見られていたりとかですね、あとは、そういうものがもともと見られていたんですけれども、それがこう冬になったら死んでいたものっていうのが、今はちょっと冬場の水温が多分以前よりも上がっているので死なずに翌年まで生き残ったりとかっていうような変化はあるかなと思いますね。なんかこの20年ぐらいで、多分3度とかそれぐらいは変わってるみたいで、それは多分海の中だとものすごい大きい変化だと思いますね。おそらくですけど、昔は例えばもっとこの辺のエリアって、カサゴがすごくたくさんいたんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。今でももちろん普通に見られるんですけれども、その水産的な、メインにはなっていなくて、
でおそらくそのカサゴがいた場所に今はアカハタっていうハタの仲間が入っている傾向があるんじゃないかなというふうに思っていて、で、アカハタ自体もすごくまあ美味しい魚で、すごく商業価値のある魚なんですけれども、まあ今はまあ結局それが置き換わってアカハタで評価されてすごくいい値段がついているので、まあ、漁師さんからしてはそこに別に多分問題はないんですけど、まあ、その利用している生き物が変わったっていう部分に関してそのシフトはあったのかなっていうふうには思いますね。サンゴが増える中でじゃあ今度、まあ資源としてではなくですね、まあ、観光面での利用っていうのが、四国、南岸の太平洋沿岸では、盛んに行われてまして、まあ、一般的に一番これまで主要だったのが、まあ、ダイビングによるまあ、サンゴを含めた生態系魚類やウミウシだったりですねいろんな生き物を見るというのが一つ、大きな観光の要素だったんですが最近ではですね遊覧船グラスボートでですねサンゴを覗くこれまでそれはこれまでもあったんですが新たな取り組みとしてですね夜、グラスボートを出してそこに UV ライトを当てるとですねサンゴというのはすごい、蛍光の発色をするので本当に夜の海に行くとですねこう海の中がキラキラ光るような、サンゴの光景が、見られてですねそういったのを観光に生かしていこうというような取り組みをしている地域もあってですね今後そういったのがすごい、新たな取り組みとして楽しみになってきています。黒潮生物研究所ではですね開所以来ですね、まあ、サンゴを陸上で、種苗作成をするというのが一つの柱としてですね取り組んで長年取り組んできてましてこれまで多くのサンゴをですね陸上の繁殖に成功してきております。でそういったのがですね、まあ、今後海の中でなかなか住みにくかったサンゴとかですね非常にこれまで繁殖が難しかったサンゴというのを陸上で増やすことで万が一海でダメになった時にですね陸上で増やしたものを海に戻せる可能性があるので、まあ、そういった技術っていうのは長年、現在も含めて、取り組みとして続けております。サンゴはだいたい、国内で400種類ぐらい、はい、生息してましてそのうち四国全体でだいたい140種ぐらいが、記録されています。その中で、種苗の、生産に成功しているのは、まあ、およそ15種類ぐらいに、はい、なってます。もう大体大方主要な種はできるようになったので今はこう逆に珍しい種とかですねより綺麗なサンゴを作ろうとかですね、まあ、そういった方にちょっとシフトはしてきてるんですけどなのでまあこの研究所でしか種苗が成功できてないサンゴとかっていうのも、はい、あってですね、まあ、そういったのはまだ個人的というかまあ研究所のと全体の取り組みとしてやっていってます。生態系の中では非常に重要なところがあってまた生態的にいろんな面白い要素があってですねなんで多くの研究者がこうやはり興味を持って研究している対象になっていると思うんですけど本当にこう生き物としてじゃなくてやっぱ環境を作る生き物というかそういったところもまた面白いしまたこう死滅してもこう残るというまた記録者としてこう残っていくっていうのも存在として面白いと。なんで過去のこうサンゴを取ってそれを調べる方もいれば現世のサンゴを調べる方もいればサンゴの住む生息環境を調べる人もいればそこに住む生き物を調べるとこうある意味生態系を今度いろんな意味でこうサンゴ礁生態系っていうのの一つのファクターとして非常に面白い興味深い生物っていうのはありますね。で、まあ、子どもの頃沖縄に住んでたというのもあってやはりまあサンゴが身近生き物として親しんでそれがこう本州とかですね四国とかに、まあ、で海で見るとサンゴっていうのはそこまで身近な生き物じゃないとなんですけどたくさんいてですねなんかこう、まあ、存在をもうちょっと向上させたいっていうのはまあおこがましいところはあるんですけどこうせっかくあるんだったらもうちょっとこうサンゴ皆さんにも親しんでほしいなという気持ちが一番のモチベーションというかなかなかやっぱりこう表情がある生き物ではないので、まあ、そういった意味でこう愛玩的な要素はないんですけどもう私から見るとこうサンゴっていうのは非常に可愛くとか愛おしく見える、まあ、繊細でこうなんか立体的にもこう綺麗な構造だったりとかですね
模様が、の骨の模様が美しかったりとかっていうのがあるんですけど、なかなかそれって普段皆さんが触れることがなくてですね、お伝えしにくいんですけど、そういったこう動かないし、こう動きもないし表情もないんですけど、こう面白いし興味もあるし可愛いしっていう生き物をもっとみんなに知ってもらいたいなっていうのが一つ大きなモチベーションになってます。これまで高知県四国太平洋沿岸っていうのは海藻の海っていうのがこれまでの大きな一つの沿岸生態系だったんですが、それがですね、まあ衰退したりですね、で場所によってはその一部でサンゴが増えてきたりというようなことがあってですね、やはりその生態系の一番基盤となる生物群衆がですね変わるとですね、やはりそこに暮らす生き物っていうのも大きく変わっています。おそらくこれまで取れていたものがですね取れなくなって、例えば海藻がなくなることでトコブシだったりですねアワビだったりというようなものが取れなくなった場所っていうのも高知県なんかでは確認されてまして、そこにですね今現在サンゴがたくさん広がっててですね、じゃあそこでこれまで取れてたトコブシとかアワビとかっていうのが本当に取れなく全く取れなくなったというようなことが起こっています。その代わりですね、じゃあそこに何も他の生物が住まないかというとですね、やはりその環境に合わせた生物っていうのが生息しててですね、それは今後ですねその中で何か利用できるものがあると思われ考えられますので、やはりそれはみんなで知恵を絞ってですね何か利用できる資源というのを探っていきたいなというふうに思います。やはりどうしてもこう人の意識の方が気候変動よりも遅れてついてくるというか、なかなかやっぱりこう文化とかそういうのっていうのは時間がかかるので、じゃあこうサンゴが増えたことでそこに増えた魚とかですね、これまで慣れ親しんでなかった生き物を取って食べようとはなかなかやっぱすぐにはならないところがあって、そのあたりはですねやはりいろいろな地域で皆さん苦労されてるんですが、なかなかやっぱり子どもの頃から慣れ親しんだ食べ物がなくなった方の方が意識が強くてですね、じゃあ新しく来たものを食べようとかっていうにはやはり少し時間がかかるかな。ただそういったこともやはり今後はどんな新たな資源が利用できるかっていうところは考えてですね、ぜひ協力してですね、まあ、味わいたいというところはありますね、はい。今日はちょっと港の内側で、冬のサンゴがどうなっているのかちょっと今日見ようと思って来てます。ここは本当に波打ち際のところからもう数メートル行くとですねサンゴが、たくさんいて、研究所の前なんですけど、サンゴを調べるにはすごいいい場所でなってます。ちょっと今日風があるんで天候が最後まで持ったらいいんですけどね、はい。今日風が強かったんですけど、海の中は非常に穏やかで、いい、調査ができました。今日海底にですね、フクロノリという海藻が、すごい広がってて、これが生えてくると、冬の海から徐々に春の海に向かっていく、様子が伝わってくるので、そろそろこの辺の海も、春に目指していくかなというところです。一部サンゴが白くなって、死んでいるところがあったので、もしかしたらこの2月1月低水温で、サンゴは一部死んだんじゃないかなと、そういう条件が、なんか悪い条件が重なったのかなというのが一部見つかりましたが、大した影響はなかったので、このまま行ってくれたらなと思います。